プラタープシングは、南インドのタミル地方、タンジャーブール・マラーター王国の君主。1739年、タンジャーブール・マラーター王国の首都、タンジャーブールが、チャンダー・サー・ヒブに占領された。王であるシャー・フー・ジー2世が廃位された時、ビアンコー・ジー2世の弟プラタープシングに王になるよう手紙が送られた。彼は、当初王になる気はなかったが、渋々王になったという。 プラタープシングは、知性の最初、シャーフー・ジー二世を名乗る偽物に悩まされることとなった。後、タンジャーブールの献身であったサイードがこれに関与していることを知り、彼を投獄して殺害した。タンジャーブールは、チャンダー・サー・ヒブの支配下にあったが、1740年になってようやく、シャーフー・ジーがマラーター王国に送った援軍要請により、 ナーグプルのボーンスレーケが大軍を引き連れてやってきた。これにより、チャンダー・サー・ヒブは、マラーター軍への対応を迫られ、タンジャーブールは解放された。同年5月20日、マラーター軍は、ダーマルチェルブの戦いで勝利し、カルナータカ大主ドースト・アリー・ハーンは死亡し、チャンダー・サー・ヒブは、ティルチラー・パッギに逃げた。プラタープ・シングは、ティルチラー・パッギ包囲戦に遠兵を送っている。 しかし、1743年に、ニザーム王国の軍勢が、南インドに遠征で侵入し、8月に、ティルチラーパリリを落とすと、タンジャーブールマラーター王国は、その中属下に置かれ、効能を払わざる得なくなった。1748年以降、カルナータカ地方政権とニザーム王国の継承問題により、第二次カーナティック戦争が勃発したが、プラタープシングは、 イギリス側のムハンマドアリー・ハーンとナーシル・ジャングに、味方した。1751年6月12日、プラタープ・シングは、イギリスの依頼により、タンジャーブールに逃げていたチャンダー・サーヒブを処刑した。しかし、その処刑後に、ムハンマドアリー・ハーンとマイゾール王国の間で、ティルチラー・パッリの支配をめぐり争われることとなり、プラタープ・シングは前者に味方し、 1755年4月まで、その周辺で、争いが続いた。1758年、第三次カーナティック戦争が勃発すると、フランスがタンジャーブールに向けて進軍したため、プラタープ・シングはイギリスに味方し、イギリスの正体と共に、フランス軍に散発的な攻撃を行った。プラタープ・シングは、晩年、かつて同盟していたムハンマド・アリー・ハーンとの関係が、 悪化したのみならず、ラームナードやプドゥコーッタイといったパーライアッカーラルとの関係も悪化し、これらと争うこととなった。1763年12月16日、プラタープシングは死亡し、息子のトゥラジャージー2世が王位を継承した。ありがとうございます。